はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ヤマースです。今日はレアタトゥーですね。顔の骸骨みたいなスカルっていうタトゥーがあるんですけども、それを解除なしで装着できる方法を紹介します。これですね、このスカルってやつで、これって、まあ、書いてある通り、本来であればヘッドショットをプレイヤーに500回決めると解除されるレアなタトゥーになってます。これを今回解除なしで装着してみようということですね。で、一応本来スカルのタトゥーって他のフェイスタトゥーと併用できないんですけど、この方法を使うと二重でタトゥーがつく形になるので、もし何かつけたい他のフェイスタトゥーがあれば、こういうふうにあらかじめつけておくといいです。今回ちょっとおでこに星が並んでるタトゥー先に装着した状態で始めてみます。で、まずはですね、ロスカスのミーティング会場に行くんですが、機動作戦センターを呼んでください。まあ、方法に関しては、以前名声レベルを服を買って稼げるよっていう方法があったんですよね。僕はちょっと出してないですけど、まあ、それの方法を利用したような形ですね。まずは機動作戦センターを呼んで、これに乗ってミーティング会場まで行きます。ちょっと手配度ついちゃったんで、レスターで消しときます。 Hey, what's up? How can I help? I take it this isn't purely a social call. で、まあ、方法自体は簡単なんですけど、ちょっとタイミングが若干難しいというか、今回も何回も失敗してやっとできましたっていう感じなんですけど、タイミングさえ合えばすんなりいけるかもしれません。また手配度ついちゃいましたね。ちょっと飛ばしましょう。まあ、車はこんな感じで2つの円が近くに来るように止めてください。はい、こんな感じで、ここに来たら今度は機動作戦センターの個人車両保管庫に保管されている車を呼び出します。まあ、これはロスカスのミーティング会場に入れる車両にしといてください。武装車両とかオプ2とかは入れないはずなんで、それ以外で。で、そしたら、まあ、その車に乗り込ん でやりやすいかなと思う方法としては、携帯を開いておいて、携帯開くとこういう建物入り口のサークルとかが一時的に消えてくれるんで、これで両方の円の反応する場所あたりに移動して、携帯閉じて画面が暗くなり始めたらすぐ十字キー右連打してください。ここのタイミングがちょっと難しいというか、まあ、セッションの状態とかによっても違ってくるとは思うんですけど、僕は全部招待限定でやってます。こういうふうに普通に入ってきちゃうと失敗です。この場合はもう一回車に乗り込んで外に出てリトライですね。この後しばらく失敗が続くので、ちょっと早送りでしばらく流してみます。結構かかりましたね。できるときはすぐパパッとできたりするんですけど、なかなかうまくいかないときもあります。なんか公開セッションでやるとセッションが重くなるからいいっていう話もあるらしいんですけど、まあ、公開でやるとどうしてもリスクが高まるので、できるなら招待限定でやった方がいいと思います。こんな感じで何回も出入りして、次でこれ成功ですね。
携帯開いて両方のブルーサークルが反応する位置、携帯閉じて右十字キーと。で成功するとこういうふうにポッと人が消えて車も消えてミーティング会場の車だけが帰ってくるっていうこの状態ですね。はい、これが成功です。でこうなったらこのミーティング会場内にタトゥーつけれるところが奥の方にあるのでそこへ移動します。はい、でみんないなくなってるんですけどタトゥー屋さんはいるのでここで左上にタトゥーを見る出るんで右十字キーを1回ピッと押すとこういう風に画面がすぐ戻ってきます。見るとスカルタトゥーがついてるという状態です。はい、ちゃんとおでこの星も残ってますね。通常なら消えちゃうんですけどこういう風に二重タトゥーがつきます。でこれ解除してない状態でついてます。なのでもし他のフェイスタトゥーとかをつけようとして選択してしまうとこのスカルタトゥー消えちゃいますのでつけておきたい方は、外さないようにしておいてください。一応これからタトゥー屋さんに行って確認してみます。このまま機動作戦センターで行っちゃいましょう。で、タトゥー屋さんのメニューを見てみますね。スカルは鍵がついたままという状態です。はい、このタトゥーは結構欲しい人も多いかと思いますので今のうちにこの方法で取っておくといいと思います。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。